はい、9時15分ですね。雨降ってきちゃいました。予報通り相当降ってきちゃったんで、ちょっと、小屋に戻ります。いやー、やっぱりダメだな。当たっちゃいましたね。さっき晴れてたんで大丈夫かなと思ったんですけど、すごい降ってきちゃいましたね。残念。はい、露天風呂ですね。はい、その後ですね、ちょっと粘ってて、今11時半なんですけど、雨が止まないんですよね。相当ちょっと激しい雨でですね、ちょっと釣りができてない状況で、これ床屋さんのじゃない、もしかしたらちょっとこのまんまもう帰るかもしれませんね。そうなると釣りは1時間もやってなかったことになっちゃうんですけど、はぁ、ちょっと予報以上にひどかった。雨も早くて、はい、となるとですね、まあ、今回あんまり釣らないで終わっちゃうかなって感じで、まあ、最終日、明日、明後日、8日は、まあ、また朝から伺って、夕方までここにいて、そのまま千歳に向かおうかなと思ってるので、まあ、ちょっとしょうがないかな、この天気だとね。はい。もしかするとこのまま帰るかもしれません。残念。